はい、皆さん、こんばんは。ハマチャンプのお部屋へようこそ。今日は、麦とホップで、皆さん乾杯。ね、年、えー、週末、金曜日ね、1月の29日。もうすぐ、ね、2月になりますけれども、ちょっと、もう、今何時や。8時半。8時36分ですけど、ちょっと飲み始めてます。いやー、ビールうまいな。ああ、うまい。もう54歳、パーソナルトレーナーですが、ね、ちょっとお作りも食べますね、お作り。うん、タイうまいわ。なんか、骨あるわ。わかんな。ね、ダイエットしてる人はね、体質改善するまでは、炭水化物極力ね、減らして、トレーニング頑張って筋肉量増やして、タンパク源をね、中心に、食べるように指導はさせてもらってますけど、私は、そういう制限は全くしてません。体質変わったらね、しっかりトレーニングを継続することと、筋肉がしっかりと、こう、ついてくるとね、もうそこそこ、何食べてもね、いいような体質に変わると思いますので、まあずっとね、糖質制限とか炭水化物を抜くというような生活っていうのはね、つまらんと思いますのでね。まあストレスもかかりますので、食べたいものは食べれるようなね、そういう体質に変わるまではちょっと辛抱してもらいますけれども、僕は好きな酒を飲んで、食べたいものを食べて、朝またトレーニングして、一日活動量を上げて、生活しています。そうする方がね、ストレスもないし、ね。いいもんですね。ビールうまいわ。ほんま。ただ飲んでるだけのね、動画ですけど。実はね、このお造り食べてるんですけど、お造りね。これは自分で作った。これお造りの横にあるのが、これね、鶏のささみ肉。を、ニンニク醤油で炒めたもんです。おつまみに最高ですね。まあ結構僕、こういうの自分で作ってね、こうやってね、お酒と一緒にね、おつまみとして食べるのが好きですね。はい。まあこんな感じで、この時間から、ゆっくりやってますけれども。ね、もしね、よかったら、ズームで飲み会とかね、みんなでやりたいかなと思います。また、私と一緒に飲みましょう。それじゃ、バイバイ。消し方がいつも分からへんね。これどうやったら消せんのかな。これ押したら。